李大宗は、李朝代、九越の第二代皇帝。名は、李仏め、または、李徳とも。孫豪は、海天東雲尊道、高典西文高竹高人名を前世李民、安心不留見からだ元、五極奥西高校往診法歴通元に至る奥京、流大帝宗明治高校帝、ベトナム語、海天 THNGVN、トーンダウクイ CTHNHVN クアン。 vsng にょん thng t n ch nhl d a ンアン th, nph, ロングユン th, ウィン ng ccc, トゥエコンカオ ng, チャンバウエル ch, ソングウィンを ch, 青 h ng ロング大 ch, ソングミン t, ヒューファング回転トーンソンドウキーサ成分広ロシ隆ケタカヒ全成リミュン安心不流ュー未定も 五極を臭公、高尾誠宝歴、通言至る奥教、琉大帝宗明治高皇帝。ベトナム史上に残る名君の一人とされる。王天七年、後に、李朝の初代皇帝となる、李公治の長男として前、霊長の都であった花寮に生まれる。母は、恥じし仏吟。大越式前書によると幼少より、ひと明に通じ、文武を治めた。 陸芸のいずれにも通じたとされる。経済2年に、李公治むが即位して、李長を立てると、順天3年に、李二つ目は大使に削立され、合わせて開け天皇に封じられた。順天10年には元帥に認じられ、翌順天11年に大祖に命じられて、パラメーシュバラバルマンに世地下のチャンパへの南西を行い、劉備山ビアまでチャンパ軍を撃破して、 多くの捕虜を得て帰還した。順天十五年に、ミネ州征伐。順天十七年には、遠州の賊を討伐した。順天十八年には七元州に出兵している。順天十九年に大祖が報じるとその遺傷により、リフツメが後を継ぐことになったが、放置で軍権を持っていた、リフツメの三人の弟が反乱を企て、幸福門に兵を伏せて、 リフツメを襲撃しようとした。権限殿で、あと一歩のところで襲撃を察知した。リフツメは弟たちを撃つことを躊躇していたが、内子のリヒトヨシラの進言を受けた後に、将軍のハジムササグワカツキに命じて、宮中の護衛に門を開かせて、権限殿から迎撃させ、武徳王を撃って、残りの二人を追い払い、反乱を鎮圧した。 後に、東西王と翌制王は投降して、許しをこうてきたため、その罪を許した。即位後は、文武百官を、毎年同古神病に猛出させて、ただたかを誓わせ、違反者は情景に処した。即位直後に、故郷の長安府で反乱を起こした弟の、開国王李悟りを下して、東西王と翌制王同様にその罪を許し、天聖二年に、アイス、天聖四年に、 関州、天聖六年に、低元州と元州で、次々と起きた反乱を申請して平定した。天聖二年に、僧の人僧より、コーチング能に封じられて、翌天聖三年に、方兵として、大量藩の端村を使者に立てて、僧に長考している。通随五年には、南平王に、改め封された。内政面では、官僚制度を整備し、 仏教に傾倒して、多くの寺院を建立した。犬イ,イフ原法や明道原法を鋳造させて国内に流通させ、天下の感動を弓に分け、その単位の下で、液炭を用いて精霊が行き渡るようにした。飢饉が起きた時や外政からの帰還後は、民の不税を2から3年減免した。通随5年には自ら石殿を耕して、農耕を奨励し、犬フ。 有道み2年に、救助たちに、西危機を折るように教えた。明度元年にはそれまで煩雑であった訴訟を改め、重すぎた刑罰と、法理の負担を軽減するために、継承を制定して、財刑を民衆にも分かりやすく明確化し、民間にも通用させるようにした。これは、ベトナム史上最初の成分化された、法令集であり、法制史上においても重要な意味を持つ。 英気律書の影響を受けた、軽書の制定により、管理の収賄を禁じ、反乱罪などの重悪を除いて刑に見合った罰金を支払うことで罪をあがなえるようにした。同時に18歳以上の男子を奴隷にすることを禁止し、その違反者は情景に処した。また、土地の抵当や交流など車を引く家畜の保護についての規定を設けた。軍事面では、 軍隊の再整備に力を注いだ。金軍を十二英に分け、不幸にあった機械を諸軍に与えて、士気を高めた。通随六年に、高原州で、小生皇帝を称していた、長園その和紙、全副神聖に赴き、和紙、全副を捕らえて、昇竜に連行し処刑した。その子の和紙悟志高が逃走して、犬威服、あり道三年に王を称して、大歴を立てると、 討伐を命じて、大歴を滅ぼした。捕らえさせた、和師悟志高が真珠の意を示したために、仏教に深く消えしていた大僧は和師悟志高が父を、失っていたこともあって哀れに思い、釈放して丘陵に戻ることを許し、明道二年には、王の保つに任じた。同年に御琴のりを発して、龍、大鳥、魚、蛇、虎、氷、オウムをそれぞれもした。 戦艦数百予想を建造させて、遠征への軍備を増強した。翌明道3年には、大空越に調考していないこと、沿岸部をあだ略していることを理由に、チャンパに申請して御構えで、ジャヤ・シンハバルマン2世率いるチャンパ軍を大いに破り、ジャヤ・シンハバルマン2世をはじめとする3万人余りを戦死させた。 チャンパの王とビジャヤを占領して、ジャヤ・シンハバルマン二世の日であったコビ・ケイラ五千人余りの捕虜と多くの財宝を得て、昇竜に帰還した。アマネカン・五年には、将軍の表知能に命じて、アイローを攻めさせ、その部衆を捕虜として連行させた。同年、僧の安徳衆を占領して、南天を立てた、和シサトシダカが、大空越に背くと、大尉であった、ブイコ 覚醒いつに討伐を命じ、再び和子里子高を降伏させた。天根勘勝負六年、蓮の上に座っていた観音が自らを、灯台させた夢を見たことから、前奏の助言を受けて、池に浮かぶ蓮の花に見立てて、長寿を木以にし、霊承地に一本の太い木柱を立ててその上に、円遊寺を建立した。体操が建立した、円遊寺、高沖大宝六年。 小竜の長春殿において55歳で崩御した。大祖と同じく天徳府のことぶき領に葬られ、大使であった三男の海王を利尊が定位を継いだ。大祖の後を受け継いで発展させ、官僚制度を整備した大祖について、大越式前書では、その神道は、官の後部邸に匹敵し、司法を制伐したことは、当の大祖に被見すると激傷しているが、 変者である樹幹の暮れ子連は、その一方で何度も反乱を起こした、和久里だ高を許したことを、ふとの慈愛の説に惑わされ、半身を許したのは一時の一しでしかないと指摘し、大越式の変者である、はじむ文安も、仏師の精進に溺れ、あり国の大義を忘れたと批判している。合わせて十三人がいた。金天皇公前市父は、暗黒上昇前言う。 帝皇后父は、凶国上昇長後なお。王皇后父は、捕国上昇大森。甘根官皇后養子逃避父は東王場。四男三条を設けた。冥府省冥府省海王折、秘存笹具館折り火。中平洋公主領州牧の新嗣廣に課した。長安子公主上位州牧の南前乱に課した。金城公主、峰州牧の端無衆順に課した。 この他にも、大南和則氏などには9番目の日とされる、原始皇が生んだ、霊老大王を、体操の子とする伝承が収められており、花房竹明勝元年に、木更木皇の戦いで歴史したとされる、広志子と同一人物とする説もある。ありがとうございます。